私たちは今第五町花輪のあるギャラリーにお邪魔しているんです。この辺り木々に囲まれていまして、田んぼがあったり、この鳥のさえずりが響き渡るとってものどかな場所なんですね。そこに突如としてこのかやぶき屋根の木造のこの大きなお屋敷がありまして、そちらの中がギャラリーになっているんですね。障子の壁に書道のこの大きな文字がいくつか飾られていたり、陶器の作品も展示されています。もうとっても心が落ち着くそんな空間になっているんですが、今日は詳しくこちらのギャラリーについて伺っていきます。はい、横にとっても素敵な女性に来ていただいているんですよ。自己紹介お願いします。あ、こんにちは、ゲルトクナッパーギャラリーのウテヨーコクネッパーと申します。はい、ウテさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ウテさん、こちらのギャラリーいつ頃からあるんでしょうか？そうですね、こちら父が改装しまして、はい、ギャラリーとしてオープンさせたのは2007年になりますね。お父様というのがこのゲルト・クナッパーギャラリーのゲルト・クナッパーさんということですよね。はい、そうです。はい、こちらのギャラリーではどういったものを展示していますか？そうですね、今このご覧いただいている状態が常設展の状態になっていまして、はい、うん、ゲルト・クナッパーの陶芸作品をランダムに選んで展示していますね。はい、そして地元の、書道作家さんの書道の作品と、はい、あと地元出身のイラストレーターさんの可愛、うん、らしいイラストとか、そういったものを、展示している状態ですね。はい、はい、作品こう様々あるんですが、まずこうお父様のこのクナッパーさんの作品、この陶器のものを展示してあるんですけども、こう色合いとかを見てもこうすごく優しい色合いといいますか、作風としてはどういったものが特徴的にあるんでしょうか？そうですね、波をテーマにしているそうですね。はい、なんとなくこう波模様の作品を見かけることが多いとは思うんですけれども、やっぱり父本人が大西洋を9メーターのヨットで横断したり、はい、あとは砂漠を、はい、中近東の今戦争でとても入れないようなエリアを、18歳の頃にギター一つで、はい、ヒッチハイクでインドまで旅したりとか、その時に見た砂漠の波の模様とか、そういったものがすごく信州風景に残っていたらしく、はい、それで土の地色を生かして、で波模様をテーマに作品を作るっていうのが彼の何でしょう、ポリシーです。そうですね、そんな感じですかね。ここに来てこの空間でね、ぜひそういった作品も見ていただきたいなと思うんですが、新たな企画が動き出してるんですよね。そうですね、コツコツと、はい、進めてるんですけれども、はい、ギャラリーの建物の中にカフェをオープンさせたいなと思って準備中です。うん、はい、もうね、この作品を見ながらこう一杯ね、美味しいコーヒーを飲んだり一息つく空間ができたら本当にすごく素敵だなと感じました。そうですね、頑張ります。はい、その他このカフェの予定だったりイベントの予定などについてはどうしたらこう知ることができますでしょうか？そうですね、ゲルト・クナッパーギャラリーというホームページを見つけていただいて、そうすると基本的な情報はホームページの方でご覧いただけますし、あとそのホームページを開くと、そこの中にゲルト・クナッパーギャラリーのフェイスブックがリンクが載っていますので、それが一番情報が早いと思います。はい、そうですか。じゃあこれからね、本当にこう第五町新緑が鮮やかな時期になりますので、たくさんの方に来ていただきたいですね。はい、そうですね。はい、お話ありがとうございました。ありがとうございました。この時間は第五町花輪のギャラリーからお伝えしました。